者は誰かしら。正解に落ちなさい。やんよ。ごめんなさい。獲物は誰かしら。つねつねしてやんよ。バイバイ。私に任せる余裕ね。私の番ですね。あったかです。これでここに行ってみよう。ベリン、ベリン。まさかこれほどの力とは。待たせたわね、ステマックス。ネプチューノ殿、それにリーシャ殿、正気に戻ったのでござるか。ええ、あなたがネズミを引きつけてくれたおかげよ。リーシャ、無理ならやっぱり。大丈夫、突然だからちょっとびっくりしただけ。それにしても本当間近で見ると大きいね、こいつ。これじゃ私じゃなくてもみんな怖いよね。でもね、私はもう逃げないよ。そしてこのマスクにはもう頼らない。怖い自分を隠すために仮面をつけてヒーローを演じてたけど、どんな仮面をかぶってヒーローを演じても、黄金の力を身にまとっても、私自身が変わらなきゃ意味がなかったんだ。一歩として私はお前から絶対に逃げない。よく言ったわ、リーシャ。ならあなたの初めの一歩、共に踏み出しましょう。女神とゴールドサード、初の共同生成よ。初めに言っておくよ。さて、私は誰を狙おうかしら。かなり強い。私の番ね。待ってたです。準備 OK です。誰が相手かしら。私に任せなさい。リーシャ、目標を遅く。誰を狙おうかしら。私の番です。私に任せるよ。私にも手に入れる。決めさせてもらう。獲物は誰かしら。ワクワク、ワクワク。私の番だ。うわぁ。さて、誰を狙おうかしら。誰がいるかしら。私の番ですね。リーシャ、目標を加速。はーい、起動。おや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 、極限の私の番。私の番ね。待ってたです。準備 OK です。獲物は誰かしら。よし、ゲーム両方に現状に付く知識レベルアップ。ええ、勝ったのよ、私たち。そっか、勝ったんだ、私。
モンスター相手に逃げなかったんだ。ビーシャ！大丈夫よ。多分疲れて気を失っているだけ。そう、よかった。キュッ。あれ？オイラは一体？なんでお前らがここにいるっちゅうか？もしかして記憶がないですか？記憶っちゅうか？確か変な女に追われて。どうやらしっかり覚えているみたいね。誤解っちゅ。これはあの女のせいでオイラが暴れたくて暴れたんじゃないっちゅ。そんな見え透いた嘘に引っかかるとでも思ってるつもり？嘘じゃないっちゅ。クールガイなオイラの胸の奥から暴れたい衝動が湧き上がってきたんだっちゅ。その話詳しく聞かせていただけますか？イストワール様、どうしてここに？騒ぎを聞きつけて様子を見に来たのですが、どうやらすでに解決したみたいですね。さて、確かワレチューと言いましたね。おそらくあなたの姿を変えたのは妄想化現象とみて間違いないでしょう。最近ゲーム業界で発生したこの現象は謎に包まれていましたが、もしかしたらその謎を解き明かすことができるかもしれません。まさかオイラをモルモットにするつもりっちゅか？同じネズミでもネズミ違いっちゅよ。まさかイーソンがマッドサイエンティストな外道キャラになってしまったなんて。このゲーム唯一の常識人が。外道キャラになんてなっていません。妄想家解明のために協力してもらうだけです。それならゾウと早く行ってよ。てっきり解剖とかするのかと思っちゃったよ。さてネプテューヌさんは置いておいて、あなたはどうですか？協力してくれればお礼として今まであなたが起こした事件や騒動を少しくらい許してあげることもできます。と言っても執行猶予くらいですが。だとしても教会に協力だなんてオイラのプライドが許さないっちゅ。生まれついてのワルのオイラにはアウトローがお似合いっちゅう。そうですか。では今回の騒動の賠償として100億クレジットの請求と身柄の拘束をしなければいけませんね。いや、100億っちゅか？残念です。あなたが協力してくれればその成果をもって賠償はなし、これまでのことも執行猶予を与えようと思っていたのですが。傾いてるわね。あからさまに金額を聞いてビビってるね。それに今ならコンパさんが教会に住んでくれているので3食彼女の美味しいご飯が食べ放題ですよ。マジっちゅか？それならこのワレキュネズミの名にかけて全力で協力させてもらうっちゅ。ネズミのプライドってなんだろう。さあさっさと教会に行って妄想家について研究するっちゅ。相変わらずの手のひら返しね。そういえば忍者さんはどこです？さっきまでいたのにどこにもいないです。本当だ、いつの間にかいなくなってる。戦闘のどさくさに紛れて逃げるなんて汚い。さすが忍者汚い。捕まえられなかったのは悔しいけど、あいつが秘密結社の構成員だって分かっただけでも十分よ。そうですね、実態がつかめれば自然と打つ手は決まっていきます。さて皆さんも疲れていることでしょうし、私たちも教会へ帰りましょう。皆さん本当にお疲れ様でした。
盗まれた例のゲーム機はどこにありますか？聞く！今渡さなきゃダメ。秘密結社の狙いが分かった以上、これは厳重に保管しようと思います。あー、やっぱそうだよね。何よネプコ、ずいぶん歯切れが悪いわね。別に減るもんじゃないんだし、渡したら？まさかネプネプ、壊したりなくしちゃったですか？さすがにそれはネプコでもないでしょう。せっかく取り戻したゲーム機なんだし、間違って壊すならまだしも、なくすなんて。アイちゃんが逃げ道を塞いでいくけん。あんた、まさか本当になくしたの？実は、あの戦闘の後、ないのに気づいて、けど、なかなか言い出せなくて。なんでそれを早く言わないのよ。親が怖い子供か、あんたは。だって、怒られると思って。まったく、あんたと来たら。ってなると、犯人はムッツリ忍者ね。たく、抜け目がないんだから。盗まれたものは仕方ありません。そうそう、どうせ秘密結社を何とかしなきゃいけないなら、その時に取り返せばいいだけだよ。盗まれた張本人が言うと説得力ゼロね。人生何事もポジティブシンキングだよ、愛ちゃん。あんたは人をイラつかせる資格でも持ってるのかしら？何のことかな。イラ。ところでイースンさん、B 社さんとネズミさんはどうしてるですか？彼女ならうちの店で働いてるでちゅわよ。中古さん、もうこんなチャーミングな私に驚くなんて失礼でちゅわね。ごめんなさいです。けど働いているってどういうことです？なんでも彼女のお店はモンスター系の市民に人気があるらしく、そこで徐々にモンスター慣れをしていくとのことです。そういうことでちゅわ。最近はだいぶモンスターにも慣れてきたようでちゅわ。こっちも彼女のおかげで人間の子供のお客が増えて商売繁盛でちゅ。それはよかったです。あれ、けどどうしてここにいるですか？ワレチューさんとの面会のためですよね。ちょっと何勝手に答えてるんでちゅか。ネズミさんにですか？また何か悪いことをしたんですか？退屈していると思ってうちのゲームを差し入れに持ってきてあげたんでちゅの。遊べるゲームがあればゲームの違法コピーや違法ダウンロードする気も起きないはずでちゅ。なので中古さんは毎日こうして差し入れを持ってきてくれているんですよ。すごいです、中古さん。果たしてそれだけですかね、愛ちゃん。ニヤニヤ。そうね、私的にはそれは後付けでネズミに会いに来てるんだと推測するわ。おお、これはまさかあれですかね、愛ちゃん。ええ、間違いなくあれね。私は中古ゲームショップで働く身として、違法コピーと違法ダウンロード撲滅と我中構成のために仕方なくやってるだけでちゅ。あの時かばってもらったからとか、ちょっと気になってるからとか、そんなことは全然ないでちゅわよ。青春ですな。ステマックス、ただいま戻ったでござる。して、例のものは？はっ、ここに。ご苦労、これがあやつの求めるものか。よくやってくれた。褒美として休暇をやろう。ゆっくり休むといい。将軍、一体それは何でござるか。見たところただのゲーム機。なぜ将軍やマジコンヌ殿は
それを血まなこになって探すのでござるか。将軍、お主が知るほどのものではない。なぜ教えてくれないのでござる。拙者と将軍の中でござろう。言った通りだ。お主が知るほどのものではないとな。将軍がそのつもりなら拙者にも考えがあるでござる。ほう、わしに口を割らせるつもりか。ここに土産として買ってきたコンビニのビニボンがあるでござる。将軍が教えてくれればこのビニボンを。いらぬ。え、将軍、今何と申したでござるか。いらぬと言ったのだ。二度と言わせるでない。ならこの同人誌はどうでござる。おととい行われた即売会では5分で完売した超レアものでござる。しかも中身は将軍の好きな金髪巨乳の。いらぬと言っておる。言いたいことはそれだけか。ならばされ、ステマックスよ。わしとて多忙の身、これ以上貴様に付き合っている暇などないのだ。失礼したでござる。選ぶのね。ならこの私の活躍をしっかり見届けなさいよね。くそ、あの女はどこに逃げたんだ。女一人に何を手間取っている。逃げられたら我らラステーション軍は笑い者だぞ。しかし少女とは思えないほどの俊敏さで、とても。だとしても奴とて限界はある。そろそろ体力も限界だろう。もっとよく探すのだ。残りの予備兵力も全て投入しろ。何としても捕らえるんだ。了解。しつこいわね。どこまで追いかけてくるつもりや。いった。ああ、もうこの服気に入ってたのに破けちゃったじゃない。なんでこんなことになったのかしら。うん、やっと次の町に着いたわね。ユニ、大丈夫？うん、私は大丈夫だよ。でも前の町から結構遠かったね。そうね、早く教会に戻って今の状況を把握しないといけないのに、移動に時間がかかるのは歯がゆいわね。だね。けどどうしてこんなに視野が下がったんだろう。わからないわ。前に立ち寄った町じゃなぜか誰も私たち女神のことを覚えていないみたいだったし、本当ならすぐにでも飛んで教会に戻りたいんだけど、なぜか視野が少ないせいで短時間しか女神化できないんじゃたまったものじゃないわよ。と愚痴ってても仕方ないわ。ユニと合流できただけでも運が良かったと思わないとね。さて、せっかくだしこの町で少し情報収集をしていかない？情報収集は基本だもんね。そう、分かってるじゃない。何度もお姉ちゃんに教えてもらったからね。ねえお姉ちゃん、あのお店なんてどうかな。人もたくさんいるしちょうどいいんじゃない？そうね、行ってみましょうか。こんにちは。ちょっといいかしら。なんだあんた、見慣れない顔だけど何者だ。通りすがりの女神じゃなかった。私たち観光でこの町に来たばかりなの。観光客ね。こんな辺境の町に珍しいな。うん、確かにこの町は特に観光名所や特産品がないことで有名な町だったのすっかり忘れていたわ。お姉ちゃん
ないでしょ。私だってちょっと焦ってたんだから。怪しいな。怪しくないわよ。ほら見ての通り姉妹水入らずの旅行なのよ。ねえユニ。うん、お姉ちゃん。なんで二人とも声が引きつってるんだ。そういえばお前らの顔どこかで見覚えがあるぞ。確か、それってまさか。そうだ、思い出した。最近この国を騒がせている秘密結社の構成員だな。はい。おい、どういうことだ。この子たちが例の秘密結社の一員なのか。そっちの小さい子は知らないが、こっちの大きい方は間違いねえ。今朝の朝刊にチラシと一緒に挟まれてた。指名手配書と全く同じ人相だ。ちょっと、私たちが指名手配ってどういうことなの。何かの誤解じゃないの。誤解なわけないだろ。その黒髪のツインテールに漆黒のドレス、間違いねえ。間違いなくこいつはラステーション転覆を企んでいる秘密結社アフィマックスのノワールだ。じゃあこっちの小さい子は。おそらくどこからかさらわれてきたんだろう。だが安心してくれ、お嬢ちゃん。今俺たちが助けてやるからな。ちょっと待ちなさいよ。なんで女神である私が自分の国を転覆させなきゃいけないのよ。こいつすでにラステーションの支配者を気取ってやがる。しかもこの国の神と来たか。おい、何を騒いでいる。お、ちょうどいいところに指名手配のノワールが現れたんだ。しかも女の子を誘拐してやがる。なんだと。確かにこの人相はあの極悪非道の殺戮師ノワールだ。まさか誘拐にまで手を染めているとは。だから違うって言ってるでしょ。もうどうして誰も信じてくれないのよ。えい、問答無用。世のため、ラステーションのため、この場で捕まえてやる。もう何がどうなってるのよ。もうユニ逃げるわよ。でも私たちは何も悪いことしてないのに。それにこんな奴ら、私が返り討ちに。ダメよ。たとえ私たちのことを忘れていても、彼らはラステーションの住人なの。傷つけるなんて絶対にダメ。さあ、おとなしくしてもらおうか。そしてまずはその子を解放するんだ。わかったわ。ユニ、向こうに行きなさい。お姉ちゃん、どうして。あの人たちの話を聞く限り、指名手配されているのは私一人。なら、ここは一度別れましょう。あなたまで危険な目に遭う必要はないわ。けど、それじゃ、お姉ちゃんが。私は大丈夫よ。あなたとは年季が違うんだから、逃げ切ってみせるわ。でも。それに、これは保険でもあるの。おそらく私はラステーション全土に指名手配されてるわ。もし私が捕まったら、頼れるのはあなたしかいないの。お願い、分かって。分かった。いい子ね。気をつけるのよ。くそ、逃げられた。おい、オンだ、絶対逃がすな。もう大丈夫だよ、お嬢ちゃん。どうやらよほど怖い思いをしていたらしい。けど安心してくれ。ラステーションが誇る兵士たちがきっとノワールを捕まえてくれるさ。お姉ちゃん、私ってやっぱり足手まといなのかな。無事だといいんだけど。けどきっとあの子のことだし大丈夫よね。さて、私も早いとこ追っ手を巻かないと。このままザコでもボスでも倒してあげるわ。Yeah.
ね。キュンキュンキュン、このターンで決めるわ。自分の威力だ。キュン、応援してください。キュンキュンキュン、まず行動。人生基本ルールよ。キュン、このターンで決めるよ。キュン、まず行動。キュン、基本ルールね。このターンで応援しないわね。もっと精進しなきゃダメね。まさか私がここまで傷を負うなんてね。